京都西部にある人口50万の大都市八王子市。その一角に東京では珍しい牧場があります。創業70年のこの牧場、およそ100頭の乳牛を飼育しています。東京で、もうやはりこういう牛が飼える、ここでできる落語っていうのはね、考えて。牧場長の磯沼正則さん、都市という立地を強みに変える独自の牧場経営に挑戦しています。特に力を入れているのが資源の再利用。この牧場には毎日近隣の工場などからさまざまな資源が届けられます。食品工場から引き取っている野菜くず、ビール工場の麦の殻、人参ジュースの搾りかす、どれも以前は廃棄されていたものです。これらを混ぜ合わせて牛の餌として活用しています。地域で、ね、片っぽでは片付けるの困っているところと、まあ、うちこういったものをもらえれば役に立つところ、ウィンウィンの関係でつながれるっていう、町の中の牧場だからこその部分もねあるんじゃないかなと思いますね。再利用している資源の中でも牧場の存続を左右するほど重要な役割を果たしているのがコーヒーの殻です。磯沼さんは毎朝欠かすことなくコーヒーの殻を牛舎に巻き続けています。嫌な匂いがね、こういった工夫をすることによってだいぶ減ってきてるなっていうふうに思いますね。糞尿の匂いは畜産農家にとっては避けられない悩み。すぐそばに一般住宅が立ち並ぶ都市部の牧場にとってはなおさらです。そこで磯沼さんは匂いの元となるアンモニアなどを分解する力があるコーヒー殻に注目。匂いはほとんどなくなり、近所から苦情が来ることもないそうです。さらに磯沼さんはコーヒー殻が混ざった牛糞を再利用、半年寝かせて堆肥を作り格安で販売しています。栄養満点で匂いの少ない堆肥は都市部の農家にとっては貴重な資源。この牧場が起点となり、資源の循環が生み出されているのです。こうした取り組みは牛の暮らしやすさにもつながっています。乾いたコーヒー殻でふかふかの牛舎は寝心地が抜群。ストレスのサインである鳴き声を上げることはめったにありません。さらに野菜がたっぷり入った栄養満点の餌は牛の健康につながっています。牛が快適に暮らすことができれば牛乳の質も良くなるのだそうです。命の尊厳をね、守ってあげる。牛は機械ではないし、感受性のある動物だし、満たされる環境っていうのを作ってあげればね、牛はその、幸せになれる。匂いの少ない清潔な牧場は近隣住民にも好評で、週末には大勢の人が見学に訪れます。搾乳体験などのイベントも開かれ、都会の子どもたちにとっての貴重な食育の場にもなっています。まあ、うちの牧場のモットーは牛と人の、幸せな牧場、町の中の美味しい楽しい牧場。都市にあるこの持続可能な牧場から農業の新たな可能性が垣間見えます。